ちは。皆さん元気ですか？もうすっかり夏になりましたね。毎日とても暑いです。さて、夏といえば夏休み。日本の学校では7月の終わりから8月にかけて学校が休みになります。日本の子供たちはどのように夏休みを過ごしているか知っていますか？多分ほとんどの人が知らないんじゃないかと思います。実は夏休みの過ごし方にも文化の違いがたくさんあるんですよ。きっと、そうなの？と驚くこともあると思います。今日は私の小学生の頃を思い出しながら、日本の夏休みについてお話しします。この動画は聞き取りの練習にもなります。中級から上級の日本語の表現を使っています。もし難しいと思う人は、英語の字幕をオンにしてください。そして動画のスクリプトも私のブログに載せています。もし必要であれば、概要欄のリンクにアクセスしてみてください。まず質問です。日本の夏がどれくらい暑いか知っていますか？夏に日本に行ったことがある人は知っているかもしれませんね。それはもう地獄のように暑いです。気温は30度を超えることがほとんどです。そして湿度も高いので汗をたくさんかきます。蒸し暑いんですね。外に5分いるだけで倒れそうになります。日本の学校にはエアコンがないことも多いです。そのため、こんなにも暑い夏、学校に行って勉強することはとても大変です。夏休みがあって本当に良かったです。さて、夏休みだから何もせず毎日楽しく過ごせると思っている人もいるかもしれません。残念ながらそうではありません。宿題がたくさん出ます。私が小学生の時は夏休み帳という一冊の宿題の本がありました。そこに算数や国語、理科などそれぞれの授業の練習問題がありました。夏休みに入る前、学校で勉強したことを復習するんです。それから読書感想文の宿題があります。これは学校から指定された本を読んで、その感想を作文に書くという宿題です。作文が苦手な子供にとってはとても大変な課題です。私は作文は好きでしたが、本を読むのが苦手だったのでとても苦労しました。さらに自由研究という課題もあります。これは自分の好きなテーマを選んで作品を作ったり実験をしたりする宿題です。例えば、海で拾ってきた貝殻できれいな花瓶を作ったり、絵を描いたり、
植物や動物を観察して日記を書いたりします。これも時間がかかる宿題です。私は蝶々の観察をしたのを覚えています。幼虫から蝶々になるまでの成長の日記をつけていました。自由研究はコンペティションでもあります。いい作品はコンクールに出されます。そこで賞をもらうこともあります。私の蝶々の観察日記はかなり自信がありましたが、残念ながらコンクールには出してもらえませんでした。日本は競争社会と言われていますが、コンクールとか発表会とかは小学校の頃からたくさんあります。こんなにたくさんの宿題が出るので嫌だと思うけど、毎日勉強しなければなりません。休みだからゆっくり寝ていたいと思うかもしれませんが、実はそれもできないんです。もう一つ、日本の夏休みでとても面白いものがあります。それはラジオ体操。これは体を動かすためのエクササイズです。日本人なら誰でも知っているエクササイズです。YouTube にも動画があるので、ラジオ体操と調べてみてください。多分、見るとびっくりすると思います。夏休みの間、近所の子供たちが集まって、毎朝一緒にラジオ体操をします。朝7時から始まります。寝坊はできません。そこで10分ぐらいみんなで体操をします。ラジオ体操に来たかどうかわかるようにスタンプカードにスタンプを押します。これは夏休みが終わったら学校に提出します。ラジオ体操が終わった後は家に帰って宿題をします。朝はまだ涼しいので勉強するにはいい時間です。ここまで聞いてびっくりした人もいるんじゃないでしょうか。日本の文化は集団の文化ですが、学校が休みでもこうして集まったり、みんなで同じ宿題をやったりします。なかなかクレイジーですね。じゃあ、日本の子供たちは全く遊ばないのでしょうか？そういうわけではありません。夏の間、旅行をしたり、海に行ったり、キャンプをしたり、いろいろな楽しいこともあります。私が好きだったのは花火大会です。浴衣を着て友達と一緒に花火を見に行きました。花火はすごく長いんです。2時間ぐらいあります。でも綺麗なので全然飽きません。それから海に行くのもいいですね。海でバーベキューをしたり泳いだり。日本の海にはクラゲがいるのでちょっと危ないですけどね。楽しい夏休み。ただ宿題が終わらず泣きたくなるような思いをする子供たちもいます。私も
いつもギリギリまで宿題をしない子供だったので、夏休みが終わる1週間前は超大変でした。今日のお話はこれでおしまいです。日本の夏休みの様子、楽しんで聞いてくれましたか？これからもこのような日本の文化に関係するショートストーリーをたくさんアップしていきたいと思います。それではこれからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。バイバーイ。